ンポン。こんちは、あれ、ついなちゃんだけか。あれ、こんにちは。おい、なんや、声出ないんか。やっちゃえ、バーサーカー。なんでや、設定が決まってないからですよ。うわあ、なんやねん、お前急に現れおって。ちょっと実体験の練習を。ペーパーマリオか、お前は。なんでついなちゃんはこんな感じなんや。設定をインプットしてないからです。設定、ボイスロイドは、動画に出演する際は設定をインプットしないと自立して話すことができないんですよ。はあ、というわけでついなちゃんの設定を決めていきましょう。せやな、自立して話せないなんてかわいそうやし。ふむ、やっぱり普通ではつまらないので、副音声系ツンデレキャラとかどうです。は、こんなイメージです。ゆかり先生大嫌い。わかりづらいわ。しかもシュリット何言わせとんねん。じゃあテロップ系ツンデレ芸人。ゆかり先生大嫌い。情報が錯綜するわ。しかもシュリット芸人にすんのやめろ。じゃあ妹キャラで。急に雑やな。ふむ、最初はそんなに詰めて設定作らんでもええんやないか。確かに、先生なんてキャラ設定、あ、ですもん。お前はもう少し脳みそを詰めろ。とにかく、話せないままなんてかわいそうやん。うちはこの子がしっかり自分の意思で楽しく動画に出てくれればそれだけで嬉しいんや。ママ。違うよ。やめて。先生はバカ。はは、それな。バカでーす。お前ほんま無敵やな。じゃあとりあえず、可愛い妹分ということで。せやな、そんなもんでええやろ。ただ、それだけではやっぱり弱いので、特徴をつけてあげましょう。特徴？とりあえず、バーサーカーを横につけときますね。どちら様？あ、ついなちゃんはもともと関西弁のキャラらしいですよ。お、そうなんか、ええやん。よろしくお願いします。よろしくな。ゆっくり一緒に頑張っていこうな。ママ。違うよ。ママ、お前はほんとやめろ。